国道218号から離れ、宮崎県の日之影町にある天正大橋を渡ります。今日これから向かうのは宮崎県高千穂町の秋元神社です。拝殿が鬼門を向いているので大きなパワースポットらしいですよ。県道50号に出ます。道路工事で通行の時間規制があるようですね。知らずに来たのですが、今日は日曜日、規制がなくて助かりました。遠くの山々の山頂が見えて、標高の高いところを走っているのが分かります。集落があるので安心して走れます。道幅は狭いですが、対向車とすれ違いはできます。私の車は軽自動車ですからなんとかなります。ここで左からの県道205号と合流です。秋元神社の案内板があるので助かります。国道218号から離れて長い時間を走ったような感じです。橋の上で釣りをしている人がいますね。あれ、何か変だな。あ、カカシです。人だと思っていたのに騙されました。リアルに作られていますね。釣り竿の先には釣り糸がついています。この子たち、本物そっくりです。村人が作ったのでしょうけど、本物だと思ってしまいます。さあ、秋元神社に向かいましょう。道幅が狭いので対向車に気をつけて走ります。車はここまでですね。仮設の駐車場に車を止めます。結構山奥まで来ました。これから先は秋元神社まで歩きます。数年前の台風の影響でこの先の道路が崩れているようです。災害で道が崩れていました。これでは車は通れませんね。魚がいるかなと見ましたが、私は見つけられませんでした。仮設の駐車場から歩いて6分から7分でしょうか。秋元神社が見えてきました。ようやく本殿に到着しました。なぜ拝殿が鬼門の方向に向いているのか、何か大きな意味があるのでしょうね。私には思いもつかないことでしょう。秋元神社の神様に参拝して散策してみます。秋元神社の裏側の景色です。山奥にある静かな神社でした。